合宿場祭りお越しの皆様、こんにちは。戸塚密着型シンガーソングライターのカホと申します。何を言えばいいのかなごめんなさい。戸塚密着型シンガーソングライターのカホです。ライブのステージがですね、約40日ぐらいぶりぐらいになるんです。というのもちょっとですね、声帯の怪我をしてしまいまして、1ヶ月ぐらいちょっと声が出ないかったんですね。なので、本当にたくさんの方に心配かけてしまったんですけれども、ちゃんと声が出るようになりましたので、今日復帰ということになります。ありがとうございます。があるんだよということで、戸塚のテーマソングを、いろんなテーマソングをですね、歌わせていただいております。今日もテーマソング尽くしでお届けしたいなと思いますので、11時からのこのステージだと1時45分でしたっけ？1時45分ぐらいのステージが2ステージではありますので、本当久しぶりにこういうステージで歌わせていただくのでちょっと緊張しておりますが、心を込めてお届けしたいと思いますので、最後まで楽しんでいってください。Thank you.
いやいや、久しぶりのステージで変な汗かいてます。皆さんの温かい手拍子と踊ってくれてる人もいました。ありがとうございました。この歌はですね、戸塚ワンというですね、アルバムの中に収録されてるんですけれども、あの東口の、モディさんの駅ビルありますね、あちらもですね、あの開館の歌として一時期使用していただいていた曲でございます。では早速次の曲に行きたいと思います。よかったらあのタオル持ってる人は振り回していただきたい。すごくライブで定番のですね、盛り上がる曲になっております。まあ、サビが来たら私も手を、そうですそうです、あの何のタオルでもいいです。あのご自身の、お持ちのタオルをですね、振り回していただけたらいいなと思います。持ってない方はあのタオル販売してますので、ね、あそこに住んでると気が緩んでるな。まあ、そんなわけで、ぜひ手拍子とですね、サビになったらタオルで盛り上がっていただけたらと思います。よろしくお願いします。この曲、トツカ3というアルバムの中から、横浜 FC さんの女子サッカーチーム、シーガルズさんの応援歌として作らせていただきました。
の応援歌として作らせていただいた曲を、お届けしました。すごい親戚がいっぱい来て、そんなわけで、とつかのテーマソングをですね、たくさん歌わせていただいております。とつか密着型シンガーソングライターのカホと申します。よろしくお願いします。では宿場祭りということで、もう何年目ですかね、3年目、毎年出させて全部出させてもらってるということですね。本当にありがとうございます。復帰の、声帯結節というですね、ちょっと喉の怪我をしてしまって、8月31日に東京でライブがあったんですけれども、そのライブで自分のステージ終わってからも声が全然出なくなってしまって、心配かけてしまっていたんですけれども、復帰の、この日が、密着しているこの戸塚の、町でのこの大好きなイベントということで、本当に良かった、よくはないんだけど、良かったなと、ありがたいなと思っております。本当にスタッフの皆さんありがとうございます。いまして、といってもそんなに大掛かりなものというかではないんですけど、本当に地道な車で行って、路上ライブとか、フリーライブとかに出て、CD を1000枚ですね、販売する、お届けするという挑戦を始めていて、12月までの半年間だったんですね。なので本当にその真ん中でですね、こういうふうにちょっとくじけてしまって、なかなか、落ち込みまして、落ち込みましてですね、どうしよう、やばいなと毎日思ってたんですけれども、そういう時もですね、本当にファンの方々とか、スタッフの方々がですね、温かい言葉をかけてくださって、気持ちをどうにか浮き上がらせて、今に、まだちょっと完璧ではないんですけれども、なんとかここまで歌えるように、持ってこれたかなと思っております。でね、ミサンガ企画というのもやったんですよ。ちょっとお休み中全然歌いに行けなかったので、つけてくださっている方もたくさんいて、ありがとうございます。遠くから来てくださっている方もたくさんいて、本当に、皆さんの愛情に支えられたなと思っております。そちらも本当にありがとうございました。挑戦が、ね、続きますが、しっかり、頑張って、でもまた喉を壊すこともないようにですね、しっかり歩いていきたいなと思いますので、どうぞ応援していただけたらなと思います。そんなわけでちょっと今日はですね、通して締めもあるので、次の曲で最後にさせていただきたいなと思います。その前にそう、1000枚販売挑戦のですね、経過をちょっとここで報告したいなと思います。さっき集計したところですね、なんと825まで行きました。とつかの方はぜひとつかのテーマソング集もね、とっても見どころ満載の、ものがありますので、
1枚でも手に入れていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。そしてね、もう一つ、これもね、チケットを発売してすぐに喉を壊してしまったんですけれども、この今やっているツアーファイナルのワンマンライブが決定しております。公演あって、東京公演、横浜公演とあるんですね。11月12日日曜日が渋谷ジージさんというところであります。そして本当の元のファイナルが12月2日の土曜日に、横浜の駅からすぐのですね、オーサイトさんというとても素敵なライブハウスで、ファイナルのワンマンライブをやらせていただきます。なのでそちらもですね、ぜひぜひチケットを手に入れていただいて遊びに来てくれたら嬉しいなと思います。11月からなんとカホ10周年に突入します。今までがすごいね、記念日がすごく、いい感じにあって、どっちのワンマンライブも見どころたくさんですし、サポートのもう編成も全然違うので、ぜひね、両日来ていただくと素晴らしい得点がつくよというのも、今日の2ステージ目も最後ら辺に発表したいなと思うので、そういう、ね、見どころたくさんなので、ぜひともチェックしていただけたらと思います。ワンマンライブだけのチラシもありますので、そちらもぜひ、見ていてください。よろしくお願いいたします。というわけで、ちょっと長くなってしまいましたが、最後はちょっとテーマソングの中でも一番のバラードですかね、お届けしたいなと思います。お休みしている1ヶ月ちょい、本当にほとんど家から出ずに過ごしていたんですけれども、なんかすごくね、もちろん状態はすごく辛かったですけど、今の置かれている状況とか、自分の本当のね、ありのままの自分って何なんだろうなとか、すごく考えて、活動についてもちょっと無理しすぎてたかなとか、ちょっと考えたりして、自分を見つめるいい機会になったかなと思っております。この曲もそんなね、意味が込められておりますので、戸塚の、すごく豊かな自然を、テーマにして歌った歌です。前岡の方にある金子ファームさんという農園がありまして、その金子ファームさんのテーマソングとして作らせていただいた曲です。最後のワンステージ目、最後の曲ですね。聴いてください。帰ろう。Thank you.
テーマソングを1曲お届けしたいなと思います。いや本当にたくさんあるので、
んですけれども、明治学院大学の横浜キャンパスが戸塚にありましてね、そちらの記念ソングをですね、実は作らせていただきまして、もう2年前になりますかね、書かせていただきまして、そちらをお届けしたいなと思います。虹になれという曲でございます。ぜひ手拍子しながら、そして最後にちょっと手を振るところもあるので、ぜひそちらも一緒に参加していただけたらと思います。それでは戸塚3というテーマソングアルバムの中から聴いていただきたいと思います。明治学院大学横浜キャンパスの、記念ソングです。虹になれ、聴いてください。
ソング虹になれでした。あのコーラスが入ってたと思うんですけれども、これは明治学院大学の、学生たちが一緒にレコーディングも参加してくださって、あの収録、させてもらいました。はい、こんな風にですね、戸塚のテーマソングをたくさん歌っておりまして、戸塚ワン・ツー・スリーというですね、アルバムテーマソングアルバムが出ております。本当にたくさんあの曲があるので、あの戸塚の方はね、ぜひ一家に一枚ソングと言われるぐらいになれるように頑張っていますので、ぜひとも、こうあの後ろの方でね、物販やってますので手に入れていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。グランドピアノで一発撮りで撮ったアルバムとか、あの本当にあのバラエティ豊かに取り揃えていますので、あのぜひ、手に入れていただけたらなと思います。あの実は今全国ツアー中でして、といってもあのさっき言ったように喉をちょっと壊したので、あのなかなか後半の九州ツアーとか西日本ツアーとか決まってたんですけど、それがもうほとんど行けなくなっちゃったんですけど、すいません、ありがとうございます。今一応ですね、5月28日から12月2日まで、あの全国ツアー、初めての全国ツアーを回る予定だったんですね。そこで、あんまり私地方とか行ったことなかったんですけど、本当塚のテーマソングプロジェクトも、いろんな人に知ってほしいですし、もっとたくさんの方に歌を聴いてもらうべく、そういうツアーを組んでいるんですが、その中で、CD1000 枚販売挑戦というのをですね、やっておりまして、現在なんとですね、ちょっとさっきのはまだ出してないんですが、今日の時点で825万です。あと175合ってます？違う？違います？合ってます？なのでね、頑張っていきたいなと思いますので、ぜひ、全ての方に CD とあの手に取ってもらいたいなと思っております。サインもしますので、ぜひともよろしくお願いいたします。そしてこのツアーのファイナルが決まっているんです。11月と12月に東京公演と横浜公演で、ワンマンライブが決まっております。11月は、私が人生で初めてワンマンライブをやった渋谷の、ジージさんというですね、とっても素敵なライブハウス、でやります。そして12月2日は本当にこのツアーの本当の本当のファイナルが、私の生まれ育った町、横浜の、駅からすぐのところにあります横浜オーサイドさんというですね、ムービルの中にある、ライブハウスですね、で開催が決まっております。このチケットをですね、ぜひ手に取っていただけたら嬉しいなと思っております。この1000枚販売挑戦と、この東京公演、横浜公演の、2ヶ月連続ワンマン、の挑戦がいくつもあってですね、そんな中ちょっと喉を壊してしまって本当に情けないんですが、今ちょっと復帰してきてるので、しっかりまた、進んでいけたらいいなと思うので、ぜひともチェックしていただけたらと思います。その他もライブたくさん あるので、戸塚のフリーライブとかもあるので、それをまとめたチラシもあるのでね、ぜひそちらも手に入れていただけたらと思います。よろしくお願いします。そんなわけで最後の曲は、その、今やっているはずだったツアーの、タイトルになっている曲ですね、あなたとという曲をお届けしたいなと思います。この曲がピアノと歌だけのシンプルな形で1曲入り500円でツアー中限定でですね、販売してるんですけど、この曲がきっかけで、いろんなツアーがですね進みました。本当に人生いろんなことがあって、人間関係はすごく大変だなと思うんですけど、でも、そんな中でもこう一人では生きていけないなと感じることがやっぱりたくさんあって、そんな時に作った曲ですね。皆さんも頭に
一人いると思うんですけど、そういう人のことを思いながらですね、ちょっと聞いていただけたらいいなと思います。それでは頑張って歌いたいと思います。最後の曲です。聴いてください。あなたと。You